さて、なんか出てるね、印。あとは、お、あ、はじめのところに戻るのか。さて、ナンバー18、すべてのチャレンジをクリアしたんですね。素晴らしい。実験体はいませんでした。私からお祝いをしたいです。お待ちください。すみません、これぐらいしか用意できませんでした。金かい。金とかいらねえぜ。そして次に向かうは中央駅。そうだ、約束の地へ行こう。でもその前にチャットか。ボーナストラック、フェスで貫徹したから眠いから寝る、ね、姫が退出。私も御意。じゃあ AFK で。 AFK じゃねえ、アウェイフロムキーボードで。だいたいログインしたまま、いなくなるのが AFK ってイメージなんだけど。テスト2号。んこんちゃん2号。当たり目をしようっておじいちゃん。当たり目、あ、退出した。あれ、あ、そういうことか。うーん、おじいちゃんテンパりすぎっしょ。チャットルームなんなん、出会い系なわけないか。サンゴは今どこおるん。元気です。トリマ無事そうでよかった。パトロールはいつ頃終わりそう。わかりません。晩ご飯どうしよう。もう食べたでしょ。いや、まだ食べてないっしょ。私も仕事に穴開けとるし、おひたし。わかりました。もう食べたでしょって言って、まだ食べてないでしょ。いや、おひたし食べたみたいな文字打つ途中で、次のこと言われて、とりあえずおひたしでエンターをして文章を打ったっていう、初心者あるあるだよね。おひたし了解、用意しとくねって。じゃあ、私このまま塩辛亭にいるから、じゃあ、以下よろしく。え？このチャット意味あんの？わけわけ、なんかそのさ、全部クリアしたことに対するって思ったら、あ、何の意味もないよねってこう言いたくなる、このボーナストラックであった。まあボーナスだからね。2号は蛍ちゃんの方ですね。じゃあおひたし用意しといてね。さあ行きましょうか。アフロ行きまーす。ドゥンドゥン、あれか、なんか光ってますけど。1202010、まあいいや。よみがえる憧れの君、その勇姿、塩辛牛のグループに乗せて。あ、まぶしい。ワンのラスボス戦とか始まる、もしかして。ああ、そういうことか。最後のボス戦をやり直せるってことか。だからちょ忘れてた忘れてた。ざっけんな、こら、このチート野郎が、このチート野郎が。ロボットボムだった。あれ、こ、なかなか爆発しないなって思ったらロボットボムだった。ここならさすがに食らわん。そろそろ終わりか。よし、いけろ。あれ、あ、これやべ。あれ強くなってね。
ロボット撃つのやめろ。このチート野郎で次はバブルランチャーに変わる。バブルバブル壊せねえし。どこや、そこだ。あのランチャーも結構鬼。なんとか持った。よし2回目、早く回復したい、早く回復したい。で上戻ってきた。次何して2個になって前に前に。連続ボムラッシュ。よし、段階目の方がまだ戦いやすい。ゲロゲロ。基本は塗ること。逃げろ。よし、さあ3回終わったぞ。もう任天堂は3回でしょ。マルチミサイルが私を狙っているだと。攻撃行く手段がないんだけど。はっ、いた、乗った、わかんねえ。どうやストーリーみたいに登れる台がないんだよ。乗ったろ今。よし、ダメージ出てるかどうか確認すらできん。乗ってる時と乗ってる感はある。ほっ、とりあえず長期戦になってもいい。
ダメージなってるかどうかの確認すらできない。逃げなきゃダメだから。動くんだよな。乗ってないね今の。届いてないかん。あーやっちゃった。まちょっとわけわからん。よし。さーてラストは上から来るぞ。あ、死んでる？死んでない。飛んできた。おっと、行ってるな、行ってるな。次行ってる。連続スーパー着地は終わった。で、次は？追ってきてる。やっと見えた。飛んだ。連続スーパー着地。塗ること優先。で、連続スーパー着地終了。連続スーパー着地でほぼ全てが塗られてるってのがすすぎ。マジかよこれ。逃げるだけでいっぱいいっぱいだ。しかもボムは2個。やってられねえ。何回やんだよ。多分連続スーパーチャンスで終わりだと思うけどな。ストーリーもあれがラストだったから。いやすげえ。よし。連続スーパー着地で足場が全部取られるのがきつすぎる。その辺だろ。死ね。よし。早く早く塗って回復。で、足場チェック。インク多めに、インク多めに。そこだ。そこだ。うわーって声した。で、連続スーパー着地。乗りながらひたすら逃げる。
で終わった。ロボットボム、敵の位置がわからん。この裏ぐらいか。そろそろ連続素早口だろ。逃げること優先しよう。先に打っとけばそろそろ終わりか。よっしゃー、やったー。よっしゃー、心の中の三号を倒した。やったやった、心の中のヒーローを倒した。真の生かしたタコになった気がする。おっと、金のつまうじゲットを頭に刺して自慢しよう。あれ、あ、調べれるわ。調べねえけどな。さあ、9個のネルメダルを回そうか。おっと、お金じゃねえか。ナマコ、中身付きナマコカード。おっと、おっと、これはいいぞ。ギアパワーのかけら、でも3個か。1個つけるのに10個、20個、30個だっけ。交換。お金。あー、あっちの金か。おー、ドリンクチケット。あ、かける5。やっぱね、イカ速アップは何につけても腐らないからね。フードチケット。4万。お、フードチケット。おっと、ドリンクチケット14枚。全部。で、こっからは1万5000。一回行ってみるか。もう10万溜まってるし。4000。そんないいのもらえるわけじゃないんだ。むしろ寝るチケット交換の方がいいのもらえてるっていうか、なんか寝るチケットは確定でもらえるのか。うん、1万5000使ってこれだったらね、こっちコンプリートのために残しておいた方がいい感じするな。いやー、これ壊れちゃってるけど、あのラストダンジョンにもう一回行けないのかな。あ、あるわ、行けるわ。行かないけど。よし、さあ、ということで、よっと、80分の80で、コンプリート。で、一応まあステージによっては3つの武器でクリアしろってところがそれなりにあるけどね。あのレールに乗ってのスナイパーライフルで当てろね、チャージャーで当てろ系は俺できる気しないからね。まあ全部クリアできたんで OK としておこうか。さあ、ハイカラシティへ帰ります。ふう、さあ、あら、プレテントじゃないってことは普通に装備できるってことか。頭きた、金の爪楊枝アフロ埋まってて何も見えねえ。ヤガムじゃねえんだから、頭に爪に刺さってるだけじゃねえか。ちょっと着替えてくる。その他で帰れるか。スタイル、スタイルよ。耳なの。あ、髪型によって場所変わってる。ちょっとここもっと変えないと分かんないか。男の子女の子変更とかその辺のレベルしないと分かんないな、これ。まあまあこうかな、組み合わせとしては。X プレイヤー情報、その他か。変更、
タコガール。もうちょっとここ辺はどうでもいいや。野菜はすぐ帰れる。あった。やっぱ耳なのか。お、あ、なるほど。かんざし、かんざしスタイルもあるよ。髪の毛に明らかに刺さってるね。うん。なるほどね。こう、かんざしスタイルになるわけだ。いやー、この腰つき。これ、胸騒ぎの腰つきだよ。じゃあ、ちょっと遺憾になってみるか。そう思った。イカガール。ああ、イカガールは髪型超いっぱいある。お、やっぱ耳だ。さあ。ああ、耳。ああ、かんざしだね。ペガサス商店森。耳。お、かんざし、かんざし。ツインテール、そういうのもあるのか。かんざしになるパターンとかんざしにならないやつは耳になるんだ。耳はないわな、耳は。いっそのことピアスとかの方がまだわかるぜ。あとはイカ男子。X かプラスかってね、迷っちゃうんだ。どっちだっけって。いけボーイ。あ、これだったらかんざしでいけそう。えっ、プラス耳ですな、ですな。あ、これかんざしだよね。耳。そら刺すとこないもんね。あ、これ、あ、これはいいね。まあまあ、刺すとこないもんね。ですよね。やっぱこれはかんざしとして使える髪型じゃないと生えないね。残念だけど。さあさあ。タコに戻そうか。せっかくクリアしたんだからタコでやらなきゃっていうことで、さあ、タコボーイ。タコボーイはかんざしにできるのねえじゃん。アフロですけどね。やっぱこれかな。うぎっ。はい、たこ焼きです。もうこれね、頭がすでにたこ焼きで、それにつまり刺さってるっていう。よし、まあまあ何はともあれ無事クリアだね。と、基本的に服要素がこのゲーム9割ぐらいだから。エンペラー、ほらエンペラー服ね。とりあえずエンペラー服にしとけっていう。エンペラーブーツ、なんかいいのないかな。何ね、黒とか白なら何でも似合うよね。あ、逆にこの辺のおしゃれにすると合わないね。そうは雪山かな。このヒーローバインダーってすっげえそのまんまのスノーボードに取り付けれそうだよね。まあまあ、せっかくなんでね、手に入れたやつ強化していきたいから、装備はコート、靴、グランパか、寝るか。よし、この組み合わせでいくか。とりあえずこの組み合わせを強化したいところ。でも受け身か、まあいいか。はい、というわけでね、スプラトゥーン、オクトエキスパンションだっけ、
無事、フルコンプリートしたということでね、まあ微妙に武器でクリアしたいとかあるけど、まあその辺はいいかなということで、これで最終回になります。まあね、あの全部集めたのの3号との裏ボス戦、あれは本当にきつかったけども、まあぜひ皆さんも挑戦してみてくださいといったところでね、これで終了します。それじゃあ最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。また、次のゲームでお会いしましょう。それではさ、おい、俺の会話に入ってくるんじゃない。それでは皆さん、さようなら。